トルコ大国民議会、トルコ大国民議会、トルコ大国民議会、TBMM は、トルコ共和国の三権の一つを司る、立法府。祖国解放戦争、トルコ革命中の1920年に、アンカラで召集された、大国民議会を起源とする。初代議長は、ムスタファケマル、後のトルコ共和国初代大統領、ムスタファケマルアタチュルク。議会は、 首都アンカラの官庁街の南に位置し、北を向いて建てられている。本会議議場は、いわゆる大陸型で、円岸を中心に、議員席が、戦場に広がっている。議場のデザインは、赤と白を基調とする近代的なもので、議長席の背後には、1982年憲法第6条の、主権は、絶対的に国民に属する、の文言が碑文として彫り込まれている。 1982年に制定された現在の憲法により、大国民議会は一員制で、他の機関に譲渡されることのない立法権を有する国家において唯一最高の立法機関である。機能は日本の国会に相当し、内閣を監督し、法律を制定、改正、撤廃し、行政府の結んだ条約を批准し、宣戦布告を承認する。また、 議員内閣制を取るトルコでは首相は大国民議会で選出される。大統領は大国民議会により選出されると規定されていたが2007年の憲法改正により国会議員20名以上または直近の総選挙で10%以上の票を得た政党に推薦された候補者から国民投票により選出されるよう規定が改められた。これに対し首相は 必ず大国民議会の議員でなくてはならないが、議会が直接選出するのではなく、大統領が指名した、組閣担当者の作成する、首相を含めた、閣僚名簿に議会が承認を与えるという手を取る。トルコは、一般的に言えばショート、ランディスの時期が長いため、単独で議会の過半数を制する政党が出現することは少なかった。そのため、 組閣担当者の指名や閣僚名簿の作成に関しては政党間で複な政治的駆け引きが展開されることが多かった。また、大統領が閣僚名簿の内容に介入することもよく見られた。実際、近年のアブドラー・アギュル内閣の就任に際しても閣僚名簿の一部が大統領の介入によって一部差し替えられた。議員の法定任期は4年だが、 2007年10月21日の国民投票による憲法改正まで任期は5年であった条件を満たせば任期前に前倒しの総選挙が実施できる。また、戦時下においては1年を限度に任期を延長できる。議員定数は550で全国に81ある県を単位に選挙区とする比例代表制選挙で選出される。ただし、 過去の憲法体制下で見られたような地域主義政党の当選と消党乱立を阻止するため非常に厳しい最低得票率条項が設定されており当該選挙区と全国合計の双方で得票率が10%を超えない場合議席は全く配分されず他の政党に回されるこの最低得票率条項のため2002年11月3日に行われた 総選挙では、全体の46%が指標となり、議会に議席を送ることのできた政党はわずかに党のみであった。もっとも、その後の議員の所属変更により、議会勢力は3党になっている。その一方で個人の無所属での立候補も認められており、この場合は全国での得票率制限は課されない。 前述の2002年総選挙においては9人の無所属候補者が当選した。2011年6月に行われた総選挙で10%阻止条項を突破して、議席を得た3党、公正発展党、共和人民党、民族主義者行動党の合計独は88.51%で、議席獲得可能性が高い政党へ支持が集中する結果となった。 また無所属候補は36名が当選した大半はクルド系政党である平和民主党の候補者。日本の通常国会にあたる定例議会は毎年9月1日に自立招集される。閉会中や休会中の招集は大統領及び大国民議会議長の権限である。議会の運営は大国民議会議長理事会。 ドゥアキア・ブーク・ミレー・メキリーシー・バスカンク・デバンが行う。その構成員は、議長以下、4人の副議長、6人の初期、3人の運営委員である。大国民議会の答弁は、オスマン帝国憲法に基づいて1877年に招集されたオスマン帝国議会。ただし、1878年から1908年まで、停止にあると言える。 第一次世界大戦敗戦後の1919 19年、軍の指導者たちがオスマン帝国を占領分割しようとしている諸外国に対する抵抗運動を組織するため、アナトリアのエルズルムとスイバスで会議を開き、対戦中の英雄ムスタファケマルが主導権を握って、トルコ人が住民の多数を占めるアナトリアとヨーロッパ側のトラキア、ルメリアの領土保全を掲げるアナトリアルメリア権利。 擁護委員会を成した。諸外国との講和を進めていたイスタンブールの帝国政府はアナトリアで起こったこの動きに驚き、反占領軍運動の怪獣と妥協を図るため同年末に帝国議会の総選挙を実施した。しかし、国民の大多数の支持は権利擁護委員会に集まり、審議会は権利擁護委員会の影響下に入った。 審議会は1920年1月28日に今後の方針を掲げる国民制約を採択するがその内容はアナトリアルメリア権利擁護委員会の主張と同じようにアラブ人居住地域を除くオスマン帝国領の領土保全とイスタンブールの安全を諸外国に要求し賠償の支払いを拒否する内容であった。これに脅威を感じたイギリスら連合国は 同年3月16日にイスタンブールを占領し、4月11日には諸外国の圧力に屈した皇帝名不明と六世によって帝国議会が賛される。一方、議会には参加せず、アナトリアに泊まっていたムスタファケマルは、イスタンブールを脱出した帝国議会議員88名をアナトリア中央部のアンカラに集め、権利擁護委員会の 各支部から選出した349名の議員と合わせて同年4月23日に大国民議会を開いた。これが後のトルコ大国民議会の起源である。その議事堂はアンカラのウルス地区にあり、現在も記念建造物として保存されている。大国民議会はムスタファケマルを議長に選出し、続いて閣僚を選出して内閣を組閣した。 首相は置かれずに、ケマル議長が閣議を主催し、大国民議会は、祖国解放戦争という非常事態の中で、立法、行政、司法の三権すべてを掌握する政府の最高機関となった。この時点で、オスマン帝国の枠内には、諸外国の占領を感受してでも、既存の帝国政府の維持を図るイスタンブールの皇帝政府と占領抵抗運動を組織化した。 革命政権であるアンカラの大国民議会政府に事実上分裂したことになる。1922年、アンカラ政府はアナトリアの英華海沿岸の都市イズミルを占領していたギリシャ軍を追い、連合国と休戦協定を結んだ。解放戦争において、アンカラ政府の主犯、全軍の総司令官として活躍し、旧国の英雄としての名声とともに、議会内で、 絶対的な指導力を握るに至っていたムスタファ・ケマルは、この実力を背景に、イスラム教を国教とする多民族国家であったオスマン帝国を廃絶し、新たに世俗的なトルコ民族の国民国家としてのトルコ国家を建設することを期としていた。1922年秋、講和条約の交渉が始まるに際し、交渉の場にアンカラ政府と共に、 イスタンブール政府の代表も招かれた。大国民議会はここにおいて、イスタンブール政府の廃絶を決定し、1922年11月1日をもって皇帝の世俗政治指導者としての側面である、スルタン制の廃止を決議、11月4日にイスタンブール政府の内閣は、総辞職し、11月17日には、ハイテイメフメト6世が国外に亡命して、 スマン帝国政府は滅亡した。さらにケマルは議会内外の根強い反対を押し切り、1923年10月29日に議会に共和制を宣言させて、トルコ共和国を建国、自らが大統領に就任し、側近のイスメと後のイノニを首相に指名し、1924年制定の共和国最初の憲法は国権の 各権限を大統領と議会を中心に統合する強い権限が付与された。トルコ共和国初代大統領となったケマルは自身を党首とする共和人民党の一党独裁制を確立して議会の全議席を自党で示させ議会は大統領の意のままに様々な近代化改革を推進していった。1938年11月10日にムスタファ・ケマルアタチュルクが死去すると イスメとイノニュが新大統領となり、独裁体制を引き継ぐ。しかし、第二次世界大戦に伴う、純戦時体制は未だ脆弱なトルコ経済を圧迫し、共和人民党の独裁体制に対する不満が高まっていた。1946年には、共和人民党内の改革派が離党し、民主党を結成した。同年に、最初の多党制選挙が実施され、 民主党は決闘直後で選挙準備不足が明らかであったにもかかわらず62議席を獲得した。さらに1950年の選挙では408議席を獲得して過半数を大幅に上回る圧倒的な議席数を獲得し、その後10年間にわたって過半数を維持し続けた。こうしてトルコ議会に多党制が定着したが、その後期には 経済政策の失敗から国政を混乱させた民主党長期政権は今度は失点をことするために独裁体制構築に向かい野党の共和人民党を抑圧する事態となった。1960年、ついに軍部がクーデダーを観光し民主党政権を打倒した。1961年には新憲法が制定され、 第一共和制の1924年憲法が独裁体制を招いた反省から、大国民議会の最高権限は緩和された上、従来の議会に加えて上院が設置され、二院制に改められた。司法が立法から完全に独立して三権分立が確立し、また議会の独創を防ぐために、立法の合憲性を判断し、違憲と判断された法を破棄する権限を持つ、 憲法裁判所が最高裁判とは別に設立された。同年、民政移官と共に総選挙が実施され、共和人民党が第一党となったが、定数450に対して173議席を L に止まり、小党が乱立した。これは、第一党に対する権力独占を防ぐため、比例代表制が導入された結果である。また、 旧民主党グループの高政党が158議席を占めて第2党につけ第2共和制において多党制は完全に定着することになった。しかし第2共和制では小党の乱立が問題となることとなった。議会には多くの政党がひしめき、さらにイスラム主義、イスラム的権利の政治への導入を目指す主義を掲げる国民救済党や 海外的なトルコ民族主義の政党民族主義者、行動党が常に数十議席を獲得して、連立政権組閣工作のキャスティングボートを握る。一方、共和人民党、公正党の二大政党の指導力が低下した。さらに1970年代末に入ると、議会外まで巻き込んだ左右対立と宗教派、世俗派の対立が激化し、政局は混乱した。 この状況を収集すべく、1980年にトルコ共和国の歴史において二度目となる軍部のクーデターが刊行され、第二共和制は終焉した。このクーデターにおいて、軍部は危機的状況を招いた政治家の無能を求断し、既存の政党をすべて解散させた。議会の消灯乱立の弊害という反省に立ち制定されたのが、現行のトルコ共和国憲法であり、 上院は消滅して、トルコの立法府は再び一円制に戻ることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。